本町地区高松田町田町は、香川県高松市中心部の町庭郵便番号は760-0053。住居表示に関する法律に基づく住居表示は、実施されていない。高松市役所より 0.7km、高松市中心部の都心に位置し、高松中央商店街をなす田町商店街を、挟んだ西側と東側を町域とする南北に長い。 両側町である。東町の全域を占める多町商店街は南北に伸びた全長約400メートルのアーケード付き自転車歩行者専用道路で買い物客や通行人が行き交うほか、かつて高松城下を中心とした五街道のうち、仏星山街道と琴平街道がこの道筋を経由しており、常磐橋から東町を南進して栗林町で 分岐の後、それぞれ不自生産及びこと平へ伸びていた。2015年国勢調査による人口は360人、世帯数は197世帯、面積は38,218.19平方メートル、人口密度は9,415.6人平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は、全域が新番町小学校、 死運中学校に属している。町内における都市計画法に基づく、用途地域は全域が商業地域で、容積率は観光通りを挟んだ南北の外区が600%、それ以北が500%、以南が400%である。城下町形成当時はまだ中の村に属し、田んぼの中にあったことからこの町名がついたという、寛永年間頃、 当地内で罪人の首がさらされたという。当庁の名は1640年高松城海図には、現れないが、1752年絵図に現れる。当庁の南端は、城下町から南へ向かう街道の出入り口にあたり、大手3カ所の一つの番所が置かれていた。当庁出身の画家、黒田綾さんは、南海屋山と合し丹波笹山藩に仕え、 後に、備中玉島に移り1814年に死去した。1822年他国産の紙の輸入が禁止されたことにより、それまで20人に限定されていた五国産紙に売り仲買人が15人増えることになった。その中に、当庁の中や佐護家門と吉田屋佐助の長見へ、彼らに五国産紙の一手取り扱い権が与えられた。町内にある琴平神社は、 大物氏名元を祭り、かつて小田浦コンピラ大権限と称されていたが、創立年は不詳である。1890年2月15日にはそれまで、城下町各町の集合体であった高松の区域をもって、市政を施行して高松市が成立し、南新町はその一部となった。1897年頃あたり町には、商家や職人が106件、 その業種は45種に上り、内売役賞6、諸子賞5、穀物賞6、八百屋物賞6、駒物賞5、笠賞4であった。これは、当時の高松市内で最多で、自然体で、それぞれの営業件数は41、38、65、47、33、21であったことから、これら業種の当庁への集中は顕著である。売薬商の一人に、 平野衆参が挙げられているが、平野家は初代高松藩主、松平頼重の家臣で、三代目の時に武士を廃して、売役将となり、張り屋人へ門と名乗る。家伝の万法振り出し役は有名だったという。1945年7月4日未明には、アメリカ軍による無差別重炭爆撃、高松空襲を受け、町内すべてが怪人に返した。 空襲で壊滅的な被害を受けた高松市中心部では大部分で土地区画整理事業が施行され、田町でも第一航空一時として区画整理の対象となり、町内の多くの街路が拡張、改良された。この区画整理事業の観光となる勘置処分広告は1958年7月10日である。その翌日の7月11日をもって、東庁北部が 亀井町及び南新町東部が常磐町1から2丁目及び観光通1から2丁目へ編入され同時に西陣通町東部並びに中心町の一部を東町に編入した1957年東町商店街にアーケードが完成し開通式が行われた掲載順は地盤の順序による2020年6月5日をもって 配下の桜町出張所もろとも本店営業部内にブランチインブランチされた。ありがとうございます。